まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。32万も買ったん？はい。人狼は人を殺してください。いやこれ多弁同士で占われやすいっすね。そうっすね、占われたらもうしゃあないっすね。狼、はい、人、うん、占い師をします。どうします？あ、いや占い師俺潜伏しようかなと思うんで、6万さん作戦あるならどうぞってか身を任せますよ。そん時そん時の感じでやりますよ。うん、まあこれ結構狼フリルールやけど頑張りましょう。はい。100円でギャンブルってできる？ありがとな。初めてだね、狼一緒にやんの。ギャンブルはダメ。ダメか。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。勝ちてえな。8番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。歌舞伎町のヤンです。よろしくお願いします。まあもちろんあの村人陣営です。まあ占い師さん出てからまあちゃんとした考察はしようかなと思ってるんですけども、そうですね、まあ自分的にはもう自分のことどんどん殴ってほしいんで、まあ言いますね、うん、村人陣営なんですけど役あるかもしれません。はい、あのないかもしれませんけど、だから自分ハンターか狩人かもしれません。占いではないですけど、ハンターか狩人かもしれません。流行ってんのかってことだけ一応言ってきます。これで聞いた残りの斜めどう思うかちょっと聞いてみたいですね。まあ、あのしかあの興味なかったら仕方でもいいです。はい、よろしくお願いします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあ8番さん釣りましょうか、うんうん、これが安定進行じゃないですかねっていうのは冗談で、私の持論的には、まず、まず発言が伸びてない人は、釣り位置かなと思ってます。あと、まあ、意見が、似ている人はあんまり釣りたくないですね。もう LINE と見られても全然構わないっていうところですかね。あとはもう単純に発言的にもう矛盾とかある人はバンバン釣りたいなと思っています。で、あ、私村人陣営なんですけど、そうだな、うん、まあ、進行的にはもうこれ以上私は意見ないです。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。そうですね、あの、まあ、最近というかよくわかんないですけど、あの須村の人が役職を語るっていうこともありますし、本当にただの強人アピールかもしれません、で本当に役職あるのかもしれません、その辺、八幡さんに関してはちょっと何とも言えないところですね。だから単体の白黒っていうのは判断できないんですけども、まあ、今後2周目の発言聞いたらどうかなと思ってます。キューバさんに関しても、まあ、八幡さんについて、まあ、冗談とは発言しましたが、まあ、結局それだけだったので何とも言えないですね。そうですね、僕が思うのはやっぱり、科目だからとかそんなことで釣りたくはないですよね。やっぱしっかりと発言がここがどうのこうのみたいな感じで、釣れたら、釣れるとかそういったことがあるならば、やっぱ村として、ま、勝って負けても面白いなと思います。いや、俺の位置言うて3、4、7後半にやる大丈夫だって。4が6占ってたら怒ろう。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まず9番さんの話から言ってこうかな、うん、発言伸びなきゃ釣りって言うんだけど、俺の釣り基準としては、まあ、科目も色見えないから釣り位置になってくるけど、それよりもやっぱり発言、やっぱ黒いやつ、狼見つけるゲームだからね、黒いやつを釣りたいかなって俺は思うよ。そこでやっぱり9番さんとは意見が一致しないかなって感じかな、うん、で、まあ1番さんはまあ8番さん9番さんに触れつつ、ちょいちょいちょっと進行論も語りつつで、まあ誰でも言える発言になってるんで色は見えないかなってことで、で8番さんが自分に対してどんどん殴ってほしいと、なんか役すかしみたいなことしたけど意見聞かせてほしいって言ったけど、俺がそれ8番さんがアーマー理論を展開するなら、うん、アーマーは村にないからやめてほしいって言いたい、うん、だって村にないじゃん、うん、混乱するだけじゃん村が。ってことで、まあ、891に対する考察は1周目終えようと思います。2周目もっと考察伸ばしたいと。3番さんどう。3番
のプレイヤーは発言してください。8番さんから2番さんは、占い師出てくる前からしょうもないね、なんか討論理論をねこう言ってて本当にしょうもないなっていう感じです。でね、私、本当にはっきり言っときますけど、私生存意欲全くありません、私からどうぞ釣ってくださいという感じです。私ね、最初に始まる前に、狼か、狂人をやりたいと言いました。ただ残念ながら村人陣営でもなくただの村人です。向かいます、ただの私は村人です。なんで正直残ってても、面白くないので、釣ってください。釣って他の村でね、狂人とか人狼をやりたいんで、釣ってもらって構いません。追加します。釣ってほしいのに、私のことを釣ってください今日。私は他の村で人狼とか狂人、になってハラハラワクワクドキドキしながら、この人狼ゲームをやりたいです。正直このゲームって、人狼とか狂人になってなんぼのゲームだと思うんですよ、だって村人とかさなっても何にも面白くないじゃないですかこのゲームって。人狼やる資格がね、なんで村人になった以上私を釣ってください。ただね、一つ言っとく、もしかしたら、私が狩人かもしれないし、ハンターかもしれないし、もしくは、私が狼かもしれないし、はたまた狂人かもしれませんっていうことだけ言っとく。ただ私は生存意欲はありません。釣ってもらって構わない、本当に釣ってください。面白くない村人なんでね。はい、ということで次に回します。必ず釣ってくださいね、よろしくお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。占い師使用します。7番さん占って白でした。占い一の理由は特にありません。ないです。やべえな、で8から3まで言うなら、まあ、3番さんは8番さんの進化版みたいな感じなんかなって思いました。ほんまに生存意欲ないんかな、うん、わからん。でも8番さんなんか叩くあれがわかりわからんけん。2番さんちゃんと自分の意見もだね、今回2番さんは釣り地じゃないんかなと思いました。どうねやろね。3番さん釣りたいかな、やっぱ生存意欲ないってか、なんか楽しそうじゃないし。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。今日は3番釣りでいいんじゃないですかね。そうですね、私2番さんの意見にちょっと似てるんですけど、そうですね、8番さんが役持ちっていう発言したんですけど、本当メラリないんで、それ本当だったらやめてほしいし、ぶっちゃけなんかそのなんて言うんだろう、よし、その役持ち発言してるんだんだったら、そうですね、メラリないんで、もう別に釣っても、釣るのはダメか、でも本当にやめてほしいですね。そうですね、あと、2番さんが追加してます。あ、追加できんわ、ごめんなさい、終わります。6番のプレイヤーは、はい、おはようございます。まず8番3番に関してですね、3番に関してはね、もう次の村行きたいって言いながら延長しているんですよね。引けたんか狼がっていう風な印象を受けました。まあ8番の言ってること変わんないしね、3番の言ってることって役職あるかもしれませんっていう。で8番に関してはそう、まあ5番も言ったけど村にないです、はっきり言って。それってもし素村でやってるんだとしたら本当に普通にただの自的行為だと僕は思う。だからまあ8番に関しては役職があって自信があって言ったんじゃないかなっていう風に僕は思ってる。ただ3番に関してはね、さすがに便乗だと思ってるか、僕は普通に怪しいと思うよ。追加する意味が分かんない、次に行きたいなら。で、まあ他のグレーの考察していくと、9番かまず、8番釣りでっていう風には言って、
ったけども、まあ、どういう気持ちで言ったのかな、まあ、そこちょっとね確かに色落ちにくいとこなんだけど、で、まあ、9-1 そんな感じで2番に関しては黒いところを釣るっていう話をしたよね、うん、ただね僕はあの段階で8番って黒か役職って普通考えると思うのよ。ただそうなった時に初日って釣れないよねっていう風に絶対なってくる。だったら、うん、8番からもしラインが出るんだったらその先とかを見て、占い先によってはそこに黒が出てるんだったら8番は本当に役職なのか黒なのかとかいう風に見えてくるし、僕はね初日に黒を釣るっていうか2日目は全力で2日、1日だけ外せるんだよ。だから2日以内に絶対一陣外釣るっていう気概をね、持ってやっていくのが正しいと思う。ラインの見方とかもあるから初日に必ず黒が釣れれば強いっていうもんじゃないと思いますね。うんっていうとこかな。まあ2日目からは絶対外せないっていうところの進行していくべきだと思っています。まあそんなところだね。今のところ占い師が4番しか出てないんで、まあ、このまんま7番から塩なければ普通に4番占い師7番白っていう風に見ていいと思います。で確かに3-8は普通に強人候補っていう見方もあるから、そうだね、まあ今日は普通に、まあ、みんな釣りたいと思う。まあもう一度発言聞く。7番のプレイヤーは発言してください。はい、私占い師です。8番さん白でした。まあ3番さんやる気ないんでね、うん、まあやる気出ないですよね普通に、うん、まあとりあえず皆さんも8番さんの議論しか言ってないんで特に喋ることありません。8番さん白なんで以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さんのラバンさん占い、確認しました。まあ4番さん目線のラバンさんは確実強人ですよね。で7番さん目線は、4番さんはまあ人狼かもしれないし強人かもしれない、まあ強人の方が多分確率は高いと思いますよ。7番さんが死んだったらね。で、9番さんなんですけど、9番さんは自分と同じ意見の人をまず信じたいって言ってますけど、じゃあ人狼が9番さんに対して、話乗ってきて、基本的になんか合わせる人もいるじゃないですか、人狼で。その場合も、あなたはじゃあ白だと思うんですかっていうところで、俺ちょっと9番さん黒く見てますね。はい、ちょっと追加します。で、じゃあ9番する？まあ、俺のこともなんですけど、ムラリないって言ってましたけど、俺別にカリドですとかハンターですって俺一言も言ってない。カリドかハンターだから見合わせがムラリねえんだよって言ってるじゃないですか。むしろ俺3番さんのもう柱発言、もうやる気ないんで釣ってくださいっていう行為の方が全然ムラリないと思うんですよね。で、1番さんと2番さんと4番さんに関してはあまりちょっともう3番さんのあれでごめんなさい、あんまりちょっと印象が薄くなったんでちょっともう一回2周目聞こうかなと思ってます。で6番さんは俺かなり白目です。なぜかって言ったらその3番さんに対しての追加の話、あれ結構確かに聞いて確かになって思いました。そこまでちょっとあんま思わなかったんですけど、確かに追加したらやる気あるなっていうふうに思ったんで6番さんは一応白目です。はい、そうだよね。9番のプレイヤーは発言してください。私、占いの真偽から、ちょっと考察したいです。まず私は7番を若干偽目で見ています。なぜなら、まず8番さん白ですと言った後最後、発言の終了時に、8番さんは白ですって、2回プッシュしたのでこれ強人全然あるのかなと思っています。で8番さん、私は初日だけのつもりです。で私に乗っかってきた意見っていうのが全くなかったんで私は単体で黒いってことになるんですかね。その意見が全然聞かれなかったんで8番はまだグレーで見ています。そうだね。で一番気になった発言5番さんですかね、うん、5番なんだっけな、じゃあ5番じゃねえ6番か。6番は結局まあ3釣り押したけど5番について触れなかった。そうだね、うん、で5番がなんか5番がなんかなんか言ったよな、なんつったんだっけ、やべえ言おうとしたのにもうなんか風城に振りすぎて忘れたな、なんだっけ、ちょっと思い出してからもう一回発言できたら発言したいんだけど今日はとりあえず、3番さん釣りでいいんじゃないですかねこの感じだと、うん、もう3番さんがもうここで潜伏ぐらいないとこ出ても絶対新芽取れないから普通に3番釣りでいいと思います。まあ、村人なら全然村にない発言だと思ってるんで以上です。1番のプレイヤーは
発言してください。します、まず3番に言いたいんだけど、じゃあ仕事してさ、ちゃんとコインかダイヤ買ってさ、強靭寺の買えばいいじゃんって思うよね。だからちゃんと働けよって思った。で、7番さんなんだけど、僕に対して、まあどちらでも言えるって言ったけど、2番さんに関しても、2番さんの発言に関しても別にどちらでも言えるよねって思って、います。だそういう殴り方するんだっていうのはすごく感じましたね。で、9番さんの本当にもうしどろもどで何言ってるのか分からなかった。5番さんはまだ3について、黒い血上げてるからまだいいかなと思ったんだけど、6番さんが9に関して冗談の発言をしたんだよね。けどそれを長く続くかっていうのを正直思ったんだよね。結局で1周目の最後にかかわらずグレー1上げなかったんだけど、まあ、6行きたいんだけど、でもそれ以上に黒い他の人が黒いんだよねと思って9に3番に、3番釣るのプレゼントすぎるしね。以上。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、最後何つったか分かんない。3番釣るのはプレゼントって言ったの。ちょっと全然日本語が聞き取れなかった。で、8番さん、まあ片白なんだけど、ちょっとさ、自分に突っ込んどいてって言ってたのに、1、2がさ、どっちも8に対してさ、意見言ったのにさ、それ聞いてないってどういうことよ。ちゃんと聞いといて。ちょっとこれ文句です。はい。なんだっけ。で、9番さんは2周目になって考察伸びなかったねっていう印象。なんか最後の30秒ぐらい、なんだっけ、あとはなんだっけ、忘れちゃったみたいなね。本当に忘れたのか、あんまりこう、なんていうの、発言に矛盾を生じさせないように取り繕った狼なのか、ちょっと分かんない印象ですけど、3番さんの柱発言は本当にムラりないし、みんな釣ってもいいんじゃないっていうけど、俺も釣ってもいいと思うわ、本当に。だって役に立たないでしょ、仮にムラだとしても。しかも柱するやつがさ、白いとか誰も言わなかったから安心したけど、柱するやつが白いとか言い出したら、じゃあみんな狼柱すりゃいいじゃんって話になるから、そうだね、3番でいいんじゃねえのって思った。あと怪しい位置として、5番も上げときたいって感じかな。まあ、1番さんは一番考察伸びていたかなって感じ。うん、5番さんは俺にすり寄ったよね、うん。で、俺の意見似てるからって言って、その似てる意見を述べて、8はムラりない、ん ?8?うん、そう8はムラりないってだから俺と一緒の意見言ったよね。で最後になんか、うん、でそれから2番さんはって俺に対して言おうとしたけど時間なくて結局聞けなかったから2周目ぜひ聞かせてほしい。で6番さんに触れたいけど6番さんと俺考え方違うなって思った。俺は初日から必ず黒見つけたいよ、うん、2日目以内に見つければいいかなって言うけど俺は確実に1日目から黒見つけたいって思ってます。はい、ってこ感じで6番さんと考え方が違うんだなって、感じましたね。はい、ってことで怪しい順っていうかもう釣りたい順で言うなら3号って感じ。3番のプレイヤーは発言してください。私を、釣りたいと言った人ほぼ全員ですね。はい、残念ながらただ私役職あります、私狩人です。はい、対抗狩人、いるなら出てきてください。対抗狩人出てきた場合ね必ずローラになりますんでね、狩人ローラになります。どうぞ出てきてください。私が、新狩人ですよ。どうぞ出てきてください。対抗いますか。いないよね、出てこれないよね。ね、だって新居出てるもんね占い師で。どう出てくる、出てこないよね。ってことで、そうなると、私は、やっぱ5番投票かなと思います。で、時点で、なんか6番ね、すごいうまいこと言ってんだけど、怪しく感じちゃったね、黒いよね。はい。今日は5投票でいきたいです。4番のプレイヤーは発言してください。3番さん、狩り入れてそんなことすんかな。だって、そんな。柱発言して、その、釣っていいよって言って、狩人って、もう怪しすぎるんやけど、いかん。普通に3釣りたいんやけど、でも狩人やったらいかんしね。でもダメなやろは、誰が怪しい。いかん、ついていけ、マジ。そう、7番さんは自分から見て強靭だと思います。8番さんは、まだ進化。か黒かは分かりません。まあみんなの発言来て考えます。5番のプレイヤーは発言してください。さっきの2番さんの、問いに答えると、2番さんは一番ムラ目があるかなと思ったんで2番さんは釣り候補ではないですっていうことが言いたかったんだと思います。そうですね、私今日3番さん釣りたいですね。もし、他に、狩人いるんだったら絶対出ないでください。絶対おかしいでしょ、この2周目で出るっていうのが。
もし本当だったとし、まあ、釣り市だから、まあ、出たって言われたそうなのかもしれないですけど、そうですね。あと、8番さんが言ってた、さんの、その、似てる人釣りたくないって言ってた、お話なんですけど、その、なんて言うんだろう、その人狼が同じこと言ったらっていうところも、なんか、私にはない発想だったので、あ、そうだなって思いました。そうですね、今日は3番。のプレイヤーはまず今日3番に投票はできない。普通に考えて対抗が出てないから、もし狩人がいるんだったら3番に投票すりゃいいんだよ。1票でも入ってたら、あ、3番偽だったんだって、その対抗がいたら分かるから、まず5番、3番に行きたいっていう発言おかしい。4番もそうだ、3番行きたいっていう、もう対抗が出てない以上3番は狩人だろ普通に考えて。でおかしかったのは、まず9番は、5、6のライン見るのは確かに僕は1周目5番にもほぼ触れなかった。ただ今の5番の発言はすっごい黒い。で9番は、占いの3番に対して潜伏占いって発言をしたの僕めっちゃ気になった。なんで4番7番が占い師をしてるのに3番も占い師だと思ったのっていう、どういう内訳を見てるのかが僕はすごい気になったっていう点で、8番に対しても確かに9、1、触れてきた人に対して全然触れてないのは怪しいから、やっぱ占いは4番の方が真なのかなっていう感じで、2番の考え方が違うのは把握したでなってくると、1番も6って言ったけど、それって5、6見ない？7番のプレイヤーは発言してください。まずまあ9番さんに指摘されたんですけど、自分目線8が白なんで、さっきの1周で3と8の議論しかしてないですよね。だから8に触れてほしくないから言ったんですけどね、白なんで片白交差する意味ないですよ。だってで、3番さんに言いたいんですけど、まあ狩人なの分かりましたけど、いや5番黒いって言ってんだから釣り位置は5だよ。無駄にしてるんで、今のが黒く見えるんだったらおかしい。3番さん目線の黒い帳面、いや5番に決まってんじゃん、まあ、本当に全く見られないなと思いましたよ。敵が狩人使用してるじゃんっていう話、今ので俺5番投票って分かんない。まあ、黒い順で上げるとしたら9号かな、5は普通に黒いと思います。以上、投票を始めてください。あ、やだ。今の聞いて俺が5番投票行きたいって発想見えない。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。私本当にスムラです。そうですね、村人の皆さん頑張ってください。夜が来ました、目を閉じてください。どうしましょう。はい、人狼は人を殺してください。いや思わないです。3カリュードか、まあ、占い行くか3ですよね多分これ。そうですね、占い行くとしてもどっち死んだと思います。まあ、どっち行きたい、どこ行きたいですか。 4? 3じゃダメ、3じゃダメ。いや3でもいいですもちろん。そっか、村にねえしどうせ。うんまあまあ占い結果でねどうなるかな。俺も7死んな気すんやけど、どうかな。朝が来ました。まあ3釣りじゃ一番やったけどね。昨夜死んだのは3番。4番のプレイヤーは発言してください。6番さんパンダになりましたね。6番さんちょっと高圧的やったんで占ったら、まああと、村やったら味方にしたいし、人類やったら怖いかなと思って占いました。あと自分はちょっと自分審議つかんかったんで、ちょっとしてんかったです、すいません。まあ自分的に今日は6釣りかなと思います。
まあ3番さんほんまに狩人やったって思いました。うーん、相方16番さんの相方自分、どうなんやろ、どこで釣れとんやろ、釣れとんかな5番で、分からんけど、まあ怪しく見なら8番さん7に白にって、可能性あるかなと思う。6番のプレイヤーは、はい、おはようございます。まず占いは僕は心境で考えています。なので4番が狂人、7番が真です。これはもう間違いない。4番は今日6番なのかなみたいな発言したけど、4番視点僕しかないですよね。まずパンダになってしまった、占いも僕に使わせてしまっているんで、7番のね、私視点8番の白ということしか分かっていない。で4番は昨日3番釣りたいなっていう発言もあったし、普通にね狂人ムーブしているっていうのをまず分かってほしい。そうだね。で5番、まあ私相方がいるとしたら、まあ普通に5番なんですけども、絶対終わりません。なぜなら私狼じゃないからです。なので、まあ、5番で釣れていないと負けになってしまう。だから私はもう4番釣りを押すしかないっていうとこだよね。まず昨日3番釣りの流れが4-5でできていたんだよ。でも私それ止めたっていうのをちゃんと見てもらいたい。3番に結果ね投票している人はいません。つまり狩人だったってことで噛まれてるし、3番は今日は4番投票してほしい。4番。7番のプレイヤーは発言してください。はい、まず昨日6番さん占った理由から言います。6番さんね、1周目と2周目で明らかに声のトーンが違いましたっていうのと、まあちょっと自分の最後の発言で号泣で釣り中度したつもりなんですよね。で6番さん多分安牌なところの5に入れたで、あるとしたら6 9, あ、6球ラインがあるかなと思って、で、9を占うより6は黒だったら6に、6を占った方が間違いないと思ってましたが、6白でした。そうだな、まあ皆さんには占いの心境で考えてもらって、6通なら6釣ればいいと思うよ俺は。村目線ね、村目線、占いの心境で考えて釣ればいいと思う。まあ俺は4番さんに入れます。以上です。8番。7番しっかりしてくれよ。のプレイヤーは発言してください。はい、自分は5番さん投票してないんですよ。で俺あの9番さん入れてて、なぜなら俺ちょっと5番さん俺ちょっとそこまで黒くないなと思ったんですけど、みんな黒かったんですかね。ごめんなさい、俺だけ5番さん入れてなかったんですけど、で俺3番さんものあの感じ、性格上をちょっとあのアーマーっぽいなと思ってるんで、もしかして本当実は狩人の人がまだ隠れていることを信じれるとしたら、俺6番さん釣りたいですね正直。まあ4番と7番どっちが心境かちょっと分からないですけど、もしも5番さんも6番さん、俺5番さん白だと思ってるんで、6番さんも白だった場合明日 RPP になりますね。1、2、3、4、5。そうですね、だから4番つってほしい。だからそこだけちょっとみんなの意見聞いてちょっと投票決めたいなと思ってます。よろしくお願いします。これ2番悩むよな。9番どうしようってなるとこのプレイヤーは発言してください。まず8番さんは6をじゃあ7を新目に見てるってことでいいの？そしたら6釣りじゃないよね。うん、どう考えても。で、7は、私疑ってて、私を占ってないのがちょっと変だなとやっぱ感じちゃいましたね。で、あの、昨日の5番さん怪しんだ理由分かりました。5番さんが、まず8番が役職だったら、ムラリタイ。で、これ3番さんに最初触れてなかったんで、5黒いなと思ったんですよ。で6がそれに突っ込まなかったんで黒いなとも思ったっていうので、5、6って言ったんですけど、ただもう普通に4真決め打ちなのか7が真なのか、まず最初7をまず強じ最初で絶対俺のことを占ってくるなと思ったんだけど、そこで俺のことを占ってこないっていうところがやっぱり強靭ムーブなんじゃないのかなと思ってる。で4番さんは、3番さん釣りたい。確かに4番さん目線カリード釣るのはおかしいんだけど、確かにカリードがああいうアーマー発言してる時点、アーマーっていうか釣られたい発言してる時点でムラリはないんですよ。で4番さんの気持ちは結構わかるなってところで、俺は今日6釣りでいいんじゃないのって思ってる。まあ、5番は普通に黒かったと思ってます、私は。1、2は全然色が落ちてない、今のところ。なんか2番は早口すぎる。1番のプレイヤーは発言してください。結局9番さん何発言があんまりよく意味が分かんないんだけど、まあ置いといて、
4、7に関してなんだけど、1日目結局どっちも発言がよく分かんなかったから正直審議はついてない。また4に関しても、投票放棄してるし、その辺の説明もなかったからよく分かんない。で5に関して、ね、結局融合に関しても分かんなかったし放棄してるから分かんない、うん、まあ、それは分かんない。それが前提です。で、6に関してなんだけど、僕自身本当に黒いと思ったんだよね。1周目グレー考察がなかったし、うん、まあ、2周目に関しても 5が3を釣るっていうことに関して1点突破で押し付けたのか、それともライン切りしたのかというふうにも正直感じた。じゃあ 6黒で考えて相方5もしくは2なんだよね。なんでかっていうと、あ、ごめんなさい、失礼します。2が6のこと考えが違うって言って、6が2が考え方が違うって言ったんだけど、結局だからどうしたのっていうのが全然なかったんだよね。かだから2665なのかなっていうふうなあるんだけど、でもさすがにそんな露骨あるかっていうふうな思ってるんですよね。だから、まあ、65でシンプルに終わったらいいなとは正直思っています。とりあえず僕は6に関してはやっぱ1日目の発言黒かったので、47それぞれが占ったくなる気持ちも全然わかる。だから僕6入れます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、まず1番さんに突っ込む、そんな露骨なラインはねえよってことで、でね、なんだっけ、4番さん7番さんの、偽目、どちらが偽どちらが真の要素なんだけど、7番さん偽で見れる要素として、今日おかしいでしょ7番さんの発言、うん、村目線6黒いと思うなら釣ればいいんじゃないって、それ真だったら絶対そんな発言しないでしょ、これ偽でしょ7番さん、うんうん、で6番さんもね、結局自分が黒じゃないんだったら、どこに狼いるのかっていうグレー考察してもいいのに全然しなかったよね、うん、昨日の2周目もかなり自己弁明に、走ったような発言に見えました。だから割と黒納得の位置ではあるよね、うん、5番さんかばった印象もありましたし、で8球は今一夜が言ったように言ってること意味が分かんねえ、うん、もっとしっかり喋ってくれ、俺の早口とか言う前にもっとしっかり考察落としてくれって感じなんで、別に4番さんの発言が強いからとか新目に見えるからとかじゃなくて、7の発言がおかしいから7見せにいて、6で投票でいいと思います。はい、以上です。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。6番のプレイヤーが選ばれました。6番のプレイヤーはまずよく考えてほしい。俺が狼だとしたら3番釣りの流れをあの絶好のチャンスの流れに押さない理由がない。確かに自己弁明多いよ俺。正直な、わかんねえもん、どこに狼いるかっていうのは。だからとりあえず4番が強人、7番が新占いってことしかわかってねえのに、7番がな、今日6番でもいいよっていう意味不明な発言してんだよ。今日もう5番が狼じゃなかったらこれ負けだからな、明日 PP で。それだけは理解してほしい。で、結局のところ、7番死んだから8番は絶対白なの。もうそれだけはまず理解してもらいたい。で、明日もし912の中から、ハンターだよ。いるんだったら、出てくれば、まあ、2分の1では確実に絞れるからね。そこだけだね、本当に。あー、わかんねえけど。まあ、グレー考察本当にしたかったけどさ、わかんねえ。1番が結局、俺そんなグレー考察できてなかったから、そこだけ言っときてえわ。うん。てかもう5が黒じゃねえと負けだから、そこだけ頼む。夜が来ました。目を閉じてください。8ハンターだろうね。いやもう変にグレー触ると俺多分ダメだと思った。2番と切れねえから。いやこれ4番噛むでしょ。4番噛んで7番つって1か8紙。朝が来ました。1かな。昨夜死んだのは、まあそうだね、4番。
7番のプレイヤーは発言してください。まあ、2番さんに突っ込まれたんですけど、なんで俺が村に任せるかっていう発言。6番さんってさ、みんな目線どう見ても黒いでしょ。でここで俺が6番さん絶対釣らないって言ったら新芽絶対下げるんだよ。で俺が新芽取らなかったら勝てないわけね。まあ、だからそういう発言したんだけど、まあそれは俺の新芽落とされてもしょうがない。実際今これ4噛まれてるから、まあ俺の新芽がないのはそうだと思うけど、8はとりあえず白だから以上。8番のプレイヤーは発言してください。これ4番噛まれたってことは、ごめんなさい、4番真ですね。なんで6番人狼でしたね。そうです、もうそれしかないですね。6番がもしも人狼じゃなかった場合、4番噛まれないですよね。はい、なんで俺やっぱり、もう7番さんは強人かな、まあ、白出してくれたんですけど、7番さんは強人かなってとこなんで、まあ、9に白出してましたけど、もう俺は9はもう確定しろとしてはもちろん見れないですし、はい、あと2番さん言ってたんですけど、俺別に2番さんのこと早口だとかもそういう風には言ってないし、でもしもごめんなさい、これもう PP なんですかね。 PP じゃないか、4番さん死んだから、6番さん黒だから PP はないのかな。はい、すいません、それ考察伸びなかった、すいません。9番のプレイヤーは発言してください。いや、ワンチャン PP もあるよ。はい、私目線、まずハンターは8じゃないの。8がハンターなら、全然7シーンはあると思ってんだけど、でもそしたら5で1人狼連れてるって発想になるのかな。5で1人狼連れてる、普通に4偽で見た場合さ、じゃあ4死んじゃないとやっぱかまりねえよな。だからさ、考察沼村感出てるさ、なんていうの、何言ってっか分かんないっていう、もうラインがさ 1,2 であるわけよね。で 1,2 で反対いるなら出て、俺的にはさ、8は俺にずっと黒塗りしてるけど全然理由がないよね。で8一神か？いや、発言も全然ないし、まあ、完全に一二にすり寄ったようにしか見えなかったよね。だから俺全然8黒やと思ってます。で、7、偽で、残したりかなと思って、発言順りだね。まあ、1、2番の発言にも期待してみます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8黒いかな？PP って発言をやっぱ聞くっていうのは、僕それは白いと思うんだよね。まあメタかもしんないけど、でその発言を裏なしから聞きたかったなっていうのは正直なところ。これ PP ですかみたいな、だそれがなかったってことはやっぱり、そうだよね、7強人なんかなっていうのは正直思ってしまう。でやっぱりだからそれができたってことは8白っておいて、じゃあ9-2のどちらなのかなって感じなんだけど、全然正直見当つかない。9、まあ心情的には9めっちゃ行きたい。だって本当に9の黒要素っていうか、9が何言ってるかわからんから黒要素も何もないんだよねっていうと感じなんですよね。まあとりあえず7行って、そしたら残り1人外かじゃないんですかね。行きます。はい、2番のプレイヤーは発言してください。はい、まずはグレー考察から。6番さん黒硬いでしょ、普通に。今さら6のさ、黒がどうのこうのっていう意見はいらねえよ。絶対黒いでしょ。なんか昨日最後融合も言い訳してたし、ってことで初日から6とのライン切ってる1は、いや黒じゃねえだろ、黒だったらクソうめえと思うけどそれはねえよって感じで、7の偽目高いでしょ。今日の発言も意味わからんし、今日で6-1のラインが見るないとすると8-9なんだけど、いや一番さんはなんだっけ、8が PP ないっていうのは白いっていうけど、いやいやそんなことないでしょ、普通に誰だって演技できるわ、 PP ありますかってね、普通に白々しく誰だってできるよ、それがもし8番さん、いやその言い方が本当に村人っぽかったっていうんだったら、一番さんはメンタリストか何かかなって思ってしまうわ、俺には分かんねえ、ってことで、で9番さんも昨日からずっと占い神経のこと言ってるよね。グレー考察全くない、だからなんていうの、人に黒塗りしたくない、ヘイト買いたくない、狼の動きが今も見えます。で7番さんに新芽がない以上、今日は絶対7釣りでしょ、
今日は絶対7釣り以外飲めません。投票を始めてください。それでいい、それでいい。うわあ、おしっこしてきてもええ？2は別にそんな白い位置じゃない。1のが白いから。7番のプレイヤーが選ばれました。1神だろうな。9番が変な発言するのにかけて。のプレイヤーは発言してください。俺は1が黒だと思います。1番さん、昨日6番さんのこと人狼だと思ってたんじゃないんですか。8番さんも同様ですよね。8番さんは、私のこと狂人目で見てるんですよね。で、狂人目で見てるってことは4が真ってことでしょ。で、6で連れてるんでしょ。 PB って発言おかしいですよ。1番だろうな。で、1番さんそれに対して白目って、まあ、8番さん役職確定してるんでね、もう水量にしか見えない。1多分黒だよこれ普通に。以上。夜が来ました。目を閉じてください。1か8か。いや1じゃない。こうなったら1は釣りに持ってけないっしょ。噛まずに発言順を1番より確実に、あと、まあ、2番最初やったらしょうがないけど、1番最後やったら負けやけど、それ 25% だから、1番より後に発言できれば強いっていうのは確かにある。噛まないか一神かどっちかかな。まあ確かに噛まない選択ができるのは1か2しかないっていう。そうだね、6人見てたからな。朝が来ました。いや、8じゃダメ。昨夜死んだのは、それでいい。1番で、ここでもうハンター CO ない方を釣りに持ってくる。9でしょ。あ、1番ハンターだ。じゃあ8番だ。1番ハンターだ。よし。2番のプレイヤーは発言してください。はい。あ、ハンターだったね。まあでも1は白でしょ、どう考えたって。ってことで、俺目線は8番さん9番さんどっちかになるんだけど、今のところの印象では9番さん。なんでかっていうのは昨日言った通り、今今日4日目でしょ。2日目と3日目に占い考察ばっかなんだよね。で、2日目の発言ね、なんで僕のこと占いないんだよ、それおかしいでしょ、7番さんにせって言ってたのに、その3日目ね、でもな、8番白だから、あ、違う、8番ハンターだったら7芯もあるんだよなって言ってたけど、いや、おかしいでしょ、目線あやふやすぎでしょ。8番も怪しいぞ。そのなんていうの、このなんだろうな、発言ブレブレな感じで、今9番さんを一番サイクロに置いてます。ただ8番さんもね、印象薄いんだけど、最初やって、でも初日囲いでその発言出ないと思うから、今んとこ9番さん、よっぽどのことがない限り僕は今回9番さんに投票しようと思ってます。8番さん9番さんの意見聞かせてください。8番のプレイヤーは発言してください。はい。まあこれあんまり乗るとなんか人狼っぽいと思われたからあれなんですけど、俺前からその9番さんをその黒いと思ってる理由は、今1番さん来た時もそうですけど、1番さんと2番さんが俺の中で結構白すぎたんですよ。そのなんて言うだろう、もう価値観とか、その8番役職に弱わせたんやぜ、考え方が。で、なんだろう、その結構強気でまあいけるプレイヤーももちろんいますけど、心理的にもね。ただ2番さん結構もうなんか なんだろう、こう余裕があるんですね、精神的に。まあ聞いてる感じですけど、まあこれでも本当に2番さんが地のだったらうまいなぐらいの感じですね。で、その消去法で俺9番さんがもう一番なんか意見もなんか9番は8番に噛みつくぞ、黒いなって感じなんですよ。だから9番さんが黒いっていうよりも深が白かったって感じです今日。はい。9番のプレイヤーは発言してください。はい。では私の相方は誰になるんですかね。まず私目線、占いの新規全然ついてなかったんで、そこから、考察するのが何がおかしかったのかっていうのが気になりました。確かに8番は9番に初日入れてる5番の黒塗りしかしなかったので、
マジで、何言ってんだこいつっていう感じですね。私が村だったら負けます。で、2番さん、もう、初っ端からライン切りしてたのかな、そうなると。まあ、5釣りたい、6釣りたい、6釣りたい。で、最終的には私釣りたい。もう完全に黒塗りしたいだけの狼しか見えません。まあ、これ、どっちが本当に村か人狼か、私目線全然分かっておりませんので、私は投票先伏せたいと思っています。以上です。投票を始めてください。村だったらって言ったもんな、私が。8が2に入れた。9が8。2番のプレイヤーは発言してください。9番さんが僕に対して5釣りたい、6釣りたい、今日は9釣りたい、いやいや、ここまで来て自分が黒いと思ったところに投票するのは当たり前の話な、うん、で9番さん今も自己弁明したでしょ。完全に 9番さん黒で僕は確信しています。8番さん僕に入れるのやめてください。9番さんの黒要素は今、先ほど述べた通りで、今の最終週もかなり自己弁明に走って、考察はなかったよね、全くなかったよね、かなり自己弁明ですよね、うん、私が村だったらっていう発言だけ、うん、9番さん狼で確信しています。8番のプレイヤーは発言してください。はい、俺もう白なの分かりますよね。普通2番さんが9番入れるって言ってるんで、俺は狼だったら9番入れてます。ただ9番さん の発言がちょっとこう白くなったんですよ、さっきの弁明が。俺逆にね、だからちょっと2番さんあるのかなと思って、ごめんなさい、自信暗鬼に、さっきまで2番さん白いって言ってたんですけど、2番さんにちょっと投票してしまったんですけど、いやこれちょっとマジでわかんないです。まあ確かに9番さん初日から黒塗りしてるって言ってるんですけど、正直そのあんまりこう考察というよりもなんかこの雰囲気的にちょっとごめんなさい黒かったたんすよね。その他のとこは俺考察してたじゃないですか初日。ただ9番さんの相方としたらは見当つかないし、2番さんの相方もごめんなさい見当つかないですね、すいません。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まず8が村だとは全然思ってません。なぜならもう初日から私にヘイト向けてきたので、もう全然8も9も2も投票しないよな思ってたんですけど、今の2番さんの発言結局私を黒塗りしかしなかったんですよ。で8を村で見る、もう完全に、村が、人狼側で、黒塗りしたいだけなんですよ。でこの人のやってることは完全黒塗りして釣りたいだけで、8番さんはヘイト向けられたから向け返してるだけ、私目線そうなんですよ。だから私的にはどっちが来るか分かってない。うん、で2番さん私にしか黒向けてないでしょ、8黒追ってないでしょ、もうその時点で盤面見えすぎなんですよね。はい、以上。投票を始めてください。盤面見えすぎてどういうこと。まあこれ発言順かわいそうだわ、投票で一番最初だったからな。9番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、人狼の勝ちです。あーし、まあそうだね、最後9のが白く感じた、2のが黒く感じた。俺だったら8に黒塗りしてたわ、あれ9じゃなくて。やっぱ初日の投票、ああでもそうか、そう違うわ、結局5か6だもんな、6に入れてんのは7、6が違うとこ入れてる、じゃあダメだな。そうか、ああそうか、ああ9のが黒いんかな。8スムラだよ、だからそう、それがそう、それが黒要素だ、そう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 、ハンターじゃねえのかよから押したかった。
まあライン切れてるより切れてなかったでな。いやあれ1紙でよかったよ。あー日付変わってる。3番はよ次の村行けよっていう。